はいどうも、しおみんでございます。今どこ来てるかというとですね、JR のね、岐阜駅に来ております。信長さんもね立っておりますというような感じでございます。ちょっとね仕事で、ここで終わったので何か食べに行こうかなと思って調べてるとね、マルデブ総本店、はい、中華そば屋さんですね、500円で中華そばをやっててですね、なんとですね大正6年創業してるというようなお店があるみたいなんで、ちょっとね覗きに行きたいと思っております。それでは行ってまいります。すいません、中華そばください。はい、はいどうも、マルデブ総本店行ってまいりました。あのね、麺がね、ほんとね、やばやばでね、星がない、まあ、好みがはっきり分かれると思いますね、あれはね。でもね、大正6年から続いてるっていうんですんで、だいぶあれですよね、不安とかいるんでしょうね。ということでですね、岐阜に来たらですねちょっと気にして、マルデブさんでも食べてみてください。それではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。